とりあえず戻ってきた。あ、違う、38分か。38分は今ちょっと時間あるのか、うん、まだ時間あるな。反対側の方になんかあるかな。確か前ちょっとバスで走った時に何かしらそのバス通りの方にあった気がするんで、ちょっと反対側見ていこうか。うん、でそっちでね、なんか買えるもんがあったら。瀬戸内シーラ1日フリーパスなんてあるんや。3400円で宮島、広島、呉、あの辺りが、ぐるぐる回れるんや。そんなんあるんやね。さあ、こっちの方の住宅街って感じになってますけどね。ああ、でも結構言うてちょっとあっていいな。粉手立つが道が遅くなるんだったっけ。金月方面にちょっとぐるっと回るか。どっち行きゃあれかな。あ、暑い。こっちからちょっとパッと行けるね。で、じゃあそっちの方から気づき方面に開けるみたいですけど、40分かかるってなるとね、結構起伏も多いですからね。2キロだもんな。車だったらね、すぐなんですけどね。まあ確か公園とかがある感じだったかなになってるみたいですけど、まあそこから何かフェリーが出てるとかそういうわけじゃないですからね。歩き疲れた。この辺りももう完全にその香りですね。はあ、大丈夫かな。あの板島商会としては絶対魅力を 1% 以下伝えられている魅力は、1% にも満たない自信がありますけど。今回もともと来る予定じゃなかったですからね、はあ、でも前回もそっか。あ、なんかフェリーがある。あ、500円でフェリー乗れんじゃんって。フェリー乗ろうって言って、
何も調べる下調べせずにそういや来てたんで、あんま成長はしてないですね相変わらず。あ、って言ってたら小陽光雪のバスも来ましたね。よいしょよいしょ。20分前やけど、まあちょっとせっかくなんで江田島土産を買って、まあ絶対新銀のランプがつくのは分かってますから、はい大丈夫ですよ、それはもう確保しております。はい、あちらに広島方面に行くには車の場合ね、フェリーは向こう高速船がこっちに来とって、フェリーがあっちの、切り口の方に着くようになってるのかな、うん、っていうことなんで、まあ車だったらそんなね、しんどい距離でもないですからね。ただそのあっちの奥に見える橋、あの赤い橋かな、あれがあれでもう陸続きでも行けるんで、別にフェリー乗らなくても行けるんですけど、さすがにあの奥ですからね、ぐらーっと回らないといけない、さすがに当てたと車でもしんどいですよ、いうことなんで、やっぱフェリーだとショートカットできないな、これは本当にショートカットじゃないですかね、絶対うちのような使い方はしちゃダメってことだね。まあでもどっちかというと単純に船乗りたいっていうのがありましたからね、単純に、まあ、やっぱね乗って残そうって言うじゃないですか、船だってそうですよ、フェリーだってそうなんです、まあこれは別にそんな赤字路線とかそういうわけではないはずだし、需要が全然あるんであるでしょうけど、よし、まあでも、ね、せっかくなんで、ね、江田島土産買った、今回あくまでも山口に行くのがメインですからね、よしチケット買って準備しておこう。これはすごく安いか、江田島がここやからくすっと回るよりはね、こういった方がいい、一応うちの理論は要はこうやってぐるーっと回ってこうやっていくんやったらショットカットした方が早いだろうっていう発想だったんだけどな、絶対間違えてんだよな、今の時間が物語ってんだよな、よし、うん、買っとこう。